八幡市議選で、ごま弟、ごとうゆきが2位当選。令和新選組推薦候補と会派。肌の市議選は89歳、現職が当選。8月27日、東海票選挙結果振り返りということでですね、えー、本日はこっちらについて触れていきたいなというふうに思うんですけども、いや、ごまの弟、ごとうゆきさんがね、えー、2位で当選っていうのは、まあ、かなりちょっと衝撃的でしたよね。はい。 で、ちょっとこちら現地、僕、えー、八街市議選行ってたので、まあちょっとこちらについてもね、ちょっと触れていきたいなというふうに思っているんですけども、これただ五巻の弟が受かったっていう話だけではなくて、まあちょっと令和新選組と絡んできたりだったりとか、あとですね、なんか八街で、まあ立憲と共産でなんかバチバチしてたりとかもしてるんで、まあこちら八街事情みたいなとこもね、えー、ちょっと触れていきたいなというふうに思います。そして、まあ昨日ね、えー、開票生配信、もうね、えー、深夜2時近くまでお付き合いいただいていたんですけども、もうい深夜1時半後ですね、花の市議選でラスト 一議席を、自民党の八十九歳の高橋由美夫さんか、共産党の現職、これどっちが最後の一議席を獲得するんだってところで、最後。八十九歳高橋由美夫さんが当選するっていうね、えー、そういったところで盛り上がったんですけども。ちょっとですね、八月二十七の選挙ね、盛り上がりポイントがいくつか注目トピックなどもね、あったりしますので、触れていきたいなというふう思います。はい、まあ実際選挙もね、えー、無投票除いて、二十二の選挙が八月二十七一年行われましたってところで。一応赤字で引いている選挙について、ちょっと注目ポイントがございますので、触れ。て いいいいきたいなという,ふうに思います、はい、ではまず、えっと、八街市議選をね、えー、触れていきたいなというふうに思うんですけども、まあ、ここはね本当もう千葉県といえば落花生なんですけども落花生といえばもう八街なんですよねもう駅前にモニュメント落花生のモニュメントがあるぐらいのねちょっと感じになっているんですけども、まあ、そんな中で、まあ、後藤祐樹さんが2位で当選されたと。 で、ここでやっぱ注目されていたのが、やっぱごまきの弟で、で、しかもブレイキングダウンとかも出てたりっていうので、後藤祐樹さんね、で、しかも元々いや犯罪も犯したこともあって、まあ、そんな中で当選するのかどうかみたいなとこが、えー、注目を浴びておりましたと。はい。で、しかもね、ちょっと追い風ポイントみたいなのがあって、まず選挙投票日当日に、あのー、24時間テレビにごまきが出るっていうですね、あの、 そういったね、ちょっと追い風、これが実際と、票に結びついたのか分かんないですけども、まずそういったことがあったりとか、ほんと選挙期間中にブレイキングダウンがね、えー、また新シーズンが始まったりとか、まあ、ちょっとそういうのね、そういったことあるかなと思います。 一応ね、昨日なんか生配信の時にえ、じゃあブレイキングダウン候補は今後ね、受かるんじゃないですかみたいなコメントあったんですけども、一応千代田区議選で米安は落選してるので、別にブレイキングダウンだから受かるっていうわけではないという形です。で、一個、まあ、個人的にこの後藤祐樹さんがちょっと追い風になったのが、まあ、しっかりと地元の市議とかと連携取ってたっていうところがあるかなというふうに思ってまして、一応当選後ですね、この木村幸子さんという方と、桜田秀夫さんっていう、この方とえ、おそらくこの3人で仲間になっていくっていうような 形になっています。一応この三人で、えー、共同でね、えー、活動などもしておりましてってとこで、でそんな中でこの木村一子さんという方が令和新選組の推薦を受けている、えー、方になっております。一応令和の、えー、新選組の政治部とかも参加されたり、まああのーえー、前回えっ、ー、と八幡の市長選があった時にえっ、ー、とその穴を埋めるための市議補選というのがあったんですけども、えー、そこで当選された、えー、方になっておりまして、で一応この。えー 後藤ゆきさんが、この木村一子さんに相談して出たらみたいに言われて、出たっていうような、えっと、流れらしいですね。はい。 で、さらにこの桜田秀夫さんっていう、もう大ベテランのね、えー、市議の方、これ緑の統計のね、えー、方なんですけども、市長選といも出られている方になっております。はい。で、この方と、まあ、共同でやっていくっていう形なんですけども、ね、ちょっとまあ、あの、選挙ポスターが珍しいというか、なんか、ながらパと防犯みたいな書いてあってね、で、タスキじゃなくて、あの、ゼッケンで活動してるっていう、もう、ただのこれ防犯パトロールの人にしかね、えー、見えない感じにはなっているんですけども、で、僕ですね、ちょっと、この、 桜田英世さんにですねあのなんでこの後藤由紀さんと組んだんですかというかこれなんか組む時にもともとの支援者からハレーションみたいなの起きなかったんですかっていうのを聞いたんですよそしたらやっぱり桜田英世さんの支援者も結構まあ賛否分かれてるっていうようなえとこで言われておりましてで、えー、まあ賛成される方はやっぱり今も真面目に活動されているしやっぱ再チャレンジが必要だよねっていう、えー、そういった声とかも。 あると。で、一方、否定的な声とかでいくと、やっぱりこう、入れ墨とか入れした方が議会に入っていいのかみたいな、なんかそういった意見もあってっていうので、えー、分かれたらしいんですけども、まあ、桜田入雄さんは、もう本人とかの話も聞いて、あ、もう純粋に応援できる方だっていうふうに言われてるし、ちょっと桜田入雄さん、ちょっとかっこよかったのが、まあ、俺がお最悪になったら、 まあ他の議員とかも、この後藤祐樹さんに手出しできないだろうみたいな。もう俺が目を光らせておけば、もう後藤祐樹さんは当選者とも大丈夫だみたいな <laughs> ことも言われていて、桜田秀夫みたいな。 めちゃくちゃねだからこので3人でね連携していく感じになるんですけども桜田亮さんも、えー、もうお最悪となって盾になるというふうには、えー、言われてましたっていう感じなんですねで実際選挙期間中にこの後藤由貴さん木村一子さん桜田亮さんで合同演説会みたいなのも行われるってとこでそこにこう令和親善のね高谷亮さんとかが応援に入ったりとかもしていたりしてたんですけども実際ツイートとかでも八幡市議選木村一子候補後藤由貴候補桜田英夫候補世間から は肩破りで非常識な戦い方で戦う相手との合同演説会やりながらの全員当選、これは新しい風が政治の世界に吹くな、楽しみだ、こうしたすべての皆様、大変な選挙戦、お疲れ様でしたというね、えー、そういった、えー、ツイのよもありますというようなところで、なので、ここ、仲間になってくるんで、あのー、結構だから、令和が今後、後藤佑樹さんに絡んでくる可能性というのは、えー、全然あるのかなというとこですよね。はい 同じ仲間にはなるんでね、議会で。はい。ちょっとそこはね、今後の動きっていうのが、後藤由紀さんがこう令和に絡んでくるのかみたいなところもね、ちょっと注目なのかなって思ってるんですけども、で、僕ちょっと演説は生で見れなかったんですけども、これ選挙カー通った時、やっぱ後藤由紀さん人気だったんですよえ。実際なんか、あの、店先で働いている、なんか、あの、バイトの方が後藤由紀さんの選挙カー通ったらわざわざ出てきて手振ったりとかしてるみたいな、なんかそういう状況になっていたりとか、 あとはですね、本当に、まあ昨日ちょっと生配信でも言ってたんですけども、夏場に海水浴場にいそうな、えー、若い女性の方が結構手振ったりみたいな、<laughs> なんかそういう雰囲気のね、普段選挙に行かなそうな雰囲気の方も結構ですね、この選挙会に好意的な反応を示したりみたいなとこがあったんで、そこはね、なんかすごい見てて面白いなっていうふうに、えー、思ってましたっていう形です。なので今後、後藤幸さんのね、動きっていうのは注目になっているんですけども、えー、あとですね、あの、ちょっとここで注目だったのが、まあ、最近風力発電のところ、 ところでまあちょっとね、あの贈賄があったんじゃないかみたいなところでね、自民党を離党された秋元正俊議員の、これ、千葉9区の衆議院の小選挙区なんですよ。 で、まあ、これでちょっと自民党の影響が受けるのかなっていうふうに思ってちょっと注目していたんですけども、実際にはあんま影響はなかったみたいですね。で、実際この八街市内でこれ秋元正宗さんのポスターとかもほぼ剥がされているような状況ですし、自民党議員もほとんど無所属で戦っている、えー、形なので、まあ、誰がこう自民党だみたいな秋元さんとね結びついてるのかみたいなのは、えー、一般的にはちょっとわからないような感じになっていた。実際地元のこうしたさんに え、聞いても別に今回秋元さんの影響は受けていないっていう。ただ、共産党の校舎とかはね、そこをガンガン、えー、攻めたりとか、えー、していたり感じだったんですけど、秋元さんの影響は受けていないっていうような、えー、状況でしたと。はい。で、その中で、元々この千葉九区っていうのは、奥野さんっていうね、あの、自民、えー、立憲民主党の方が衆院選で小選挙を勝たれてるんですけど、で、今回立憲民主党一人しか立ててないんですよ。で、まさかの、あの、落選っていうですね、ええー、っていう、 え、立憲が落選ですかみたいな形でかなり衝撃を受けましたと。で、これしかも落選しただけじゃなくて、なんか選挙終わった後、ネット上でちょっと話題になっていたのが、えー、この共産党のね、若泉悟志さんという方がね、まあ今回当選しているわけなんですけども、 え、なんか共産党議員が演説してるときに、なんか立憲側から、ちょっとそこでやるのは選挙違反ですみたいな形でえ指摘をされて、どういった後にえ立憲の議員がそのね、どかした演説場所でそのまま最終演説を行ってたみたいな、なんかそういう指摘みたいなのが、 ありまして、これがね、ちょっと選挙妨害なんじゃないかみたいな疑惑が持たれてると、選挙違反ですって、どかえたとこで、どかしたとこでそのまま演説をやり続けたみたいなね。で、それがね、ただこうネット上の噂になっているだけではなくて、実際つぶやいてる人が何人かいるんですけど、それを今回当選した若泉としさんがめちゃくちゃリツイートしてるっていう状況になっておりまして、えー、この 立憲がこう妨害したゃったことに対して、若い泉聡さんがリツイートしているという状況なんで、もう現職の議員さんが、ね、もう拡散しているような状況なんで、まあ、ここはちょっともう公のところまでやってきたのかなというふうに、えー、思います、はい。ここはね、ちょっと実際、真相がどうなっているのかというのは注目ですし、で前回、野党共闘で、ね、この奥野さん勝っているわけなんですけども、えー、ここで仲悪くなってくると、えー、この千葉9区にも影響が出てくるかもしれないという、えー、そういった状況になっているのかなというふうに思います。はいえー、そしてですね、えーとー えー、ちょっと次、えー、と注目なのがですね、秦、は、野、いえー、市議選ですね、はい、神奈川県の秦野のの市議選がですね、まあ、今回最多の、えー、立候補者数がいるっていう定数24で候補者数が36っていうね、えー、状況になっているんですけども、えー、そんな中でですねこう高橋文夫さんっていう方がですね、まあ、あの89歳で立候補してるわけなんですよ。<laughs> でで前回再開当選だったんですけど 今回も最下位当選で受かるっていうところでね、まあ 24, えー、24位当選っていう、えー、状況ですと。はい、でもこの方あの、89歳なんですけど、すごいのがあの始発から生き立ってるっていう、<laughs> <あの> <laughs> 89歳が始発から生き立ってるっていうのを、しかもご自身の X でツイートしてるんですよ。<laughs> X でツイートしてるっていうのがまずすごいなって思いますし、始発から生き立ってる。まあ、もしかしかたらね あの、シンプルに朝が早い説っていう、89歳なんで朝が早いんで始発余裕説っていうのもあったりするんですけど、まあ、この高橋文夫さんがもう当選されたっていうのはすごいなっていうふうに、えー、思いましたと。はい。で、実際ね、この、えー カダノというのは、牧島カレンさんというね、まあ、デジタル大臣とか務められていたえ方がね、もういらっしゃる、え、小選挙区なんですけども、実は牧島カレンさんが応援入ったりとか、え、片山さつきさんがね、えー、この高橋文さんを応援されているってとこで、まあ、そういった状況でございました。で、自民党は一応全員ね、えー、5人、えー、この、肌野では当選したっていうような状況になっております。はい。で、そんな中で、えっと、後藤照樹さんですね、はい、もう政権放送で、それ下半身出したりみたいなとこでね、まあ、元祖政権放送で、まあ、かなり話題になっている方なのかなというふうに思う んですけども、この後藤照樹さんはもう落選っていうような、えー、形です。今回、なんかトウモロコシの格好をね、えー、身をまとって活動してたんですけども、厳しかったと。で、今回、この花のでは後藤照樹さんとこの山口周平さんって新人の方が合同でね演説会とかも行わましたんですけども、マジで同じぐらいの票数であの落選するっていう感じでございました。はい。このの山口周平さんんもねなんか電動キックボードであのーえー 選挙活動されるっていう新しい展開とかもされていたんですけども、なかなか厳しかったっていう形ですね。で、ちょっと、肌野で、あの、注目だったのが、この伊藤大介さんっていう、もともとクレイジージャーニーとかで、あの、ブラジルのファベーラっていう、こう、スラム街のところで写真をね、えー、撮っていて、クレイジージャーニーとか出演されてた方が、えっ、ー、と、前回2019年の肌野市議選で当選をされまして、で、その後に、まあの、地方議員は、美味しい地方議員っていう著書を出された方なんですよ。 で、まあ、そんなにお金もかけずに、そこそこのね、えー、いい給料がもらえますよっていう、なんかそういったね、本を出されていて、で、実際、今回新人が17名出るっていう、過去最多の立候補者数になるんですけども、そのうち11名の新人がこの本を読んでいるっていう状況の中での選挙戦だったんですよ。で、実際、大石地方議員の伊藤大介さんは今回も当選されたっていうような、えー、状況になりましたと。はい。 っていう形ですね。で、実際なんか今回使ったお金も、え選挙費用27,500円っていうですね、元お金かけずにえ選挙買ってますよっていうふうに言われてたんですけども、それを実践されたっていうような、えー、感じでございます。はい。 えー、そしてですね、トップ当選が、えー、小山田義弘さんっていう方で、新人なんですけども、まあ、この方は、まあ、新人なんですけども、えっ、ー、と、2023年の神奈川県議選の秦の選挙区で、こう谷和夫さんっていう方がね、まあ、当選されたんですけども、この県議選の保守系の谷和夫さんの応援を受けていた、えー、方になっております。はい。 で、えっとですね、あと、あの、2位当選がこの八尋さんという方で、この方は連合の支援、日立出身の方で、えー、それこそね、国民民主の浅野聡さんだったりとかが、えー、大いに入られたりとか、そういったところで、まあ、こう、電気系なんで、まう、秦のからね、ノーベル賞みたいなね、キャッチーフレーズとかも、はい、かけられていた方になっております。はい。えー、そしてただね、連合系はね、一応3人勝ってるんですけど、1人、この野山静香さんという現職の方が、落選されてしまいましたっていうような状況でございます。 えそして3位が公明党の、ね、横山紫さんという名前の方が紫の、ね、もうカラーで活動されている方がいらっしゃったんですけども、3位は横山紫さんで、で公明党は3人全員当選という感じでございます。はい、で立憲民主党も、ね、推薦候補、原聡さ,さんという方が、ね、出られていたんですけども、そこも当選というところで、ちゃんと宇宙川さんとかも応援入ってましたというような感じです。で、基本的に軒並みほとんどの候補者が票数下げられているんですよ、前回。もう候補者さんが増えているし、投票率も下がっているので、 あのー。 みんな票数下がっている中で、維新がね、まあ、今回、無所属から維新になった方が票数を伸ばされていると6位当選、前回23位で、えー、下から2番目にえ当選された方が、今回6位で当選されるっていうのは、やっぱり維新の看板というのは強いなと。で、維新の今、高齢議員というのが全国的にね、あんまりちょっと取れてない、結構落選っていうのが続いたりしてるんですけども、この神奈川県の麻生さんっていうところで、やっぱ、神奈川県で1人立てたら、やっぱ当選するなっていうような状、え、況、ー、にはなっているって感じですね。もととこのの方はみんんなの党とかででいたんでもうずっとねあの地盤は あるっていうところであるんですけどもはいでね共産党は一人新人勝ったんですけども現職が一人落ちてしまいましたというところですはい、えー、時点でまぁ、あ、やっぱり600票ぐらい落として、えー、落選してしまいましたっていう形ですねで4日間でこんな選挙ポスター変わるのかっていうぐらいねちょっと変わっているところがねちょっと気になるかなっていうふうに思うんですけども佐藤宮城さんて方が落選しましたという、えー、形ですはいでねあとちょっと注目だったのが真、まあ えー、この賛成党をね、直前で離党された方が当選してるんですよ。えー、中村智也さんという方が賛成、まあ、党直前離党されて、まあ、ちょっとどうなのかなという,うに思ったんですけども、えー、当選してますという状況で,で、もう一個ですね、あのー、今週ですね、えあのー えー、まさき町議選っていう愛媛県のね、愛媛県議選の伊予郡ってとこで賛成党公認で出られてた池田幸子さんっていう方が、今回も離党れて無所属で出てたんですよ。で、えー、実は829票で5位当選っていうとこで、まあだから賛成党を辞めても、あの、受かっている人が結構いると。で、賛成党多分コミュニティみたいな多分できてるんで、なんか僕らさんなんですけど、賛成党を辞めたとしても、そのまま手伝い続ける人って結構いたりするんですよね。なので、なんか、 賛成と入って辞めて無所属へ出る人っていうのは今後結構出てくるんじゃないかなっていうふうにちょっと個人的には思ってます。はい。 えーまあ、先々週もね、参、まあ、政党あ、無所属で出て、まあ、ステルス参政党といいますか、えー、完全に無所属で出て、当選後、参政党入る予定ですみたいな人がいたんですけども、今回、ステルスっていうよりも、完全に離党して出られてる方で、この池田幸子さんと中村智也さんは当選されたっていうような、えー、状況になっております。はい、で実この正木町議選に関しては、トップ当選は国民主の石井智也支部長が応援入られて、田中周作さんというね、当連とかで働いてた方が、えー、当選されました、トップ当選されましたというエリアに。 なっておりますはいあとね、こうは肌のに戻るんですけども、このね、大塚武さん、落ちそうじゃないですか、これ。<laughs> めちゃくちゃ落ちそうなんですけども、この方は当選されていて、実はこの選挙ポスターは、あの、25枚限定の選挙ポスターらしくて、他2種類はちゃんと顔出ししているポスターらしいんですね。なんか遊び心とかも入れたりとか、でもどんどんこの方はなんか投票率アップだったりとか、なんかそういった活動とかもされている方で、選挙活動自体はめちゃくちゃちゃんとされている、えー、そう,いうことを終電までね、駅に立ったりとかしているタイプの方だったりとか、まあ、選挙カーとか回してたりとかもしている方なんで、まあ、ちゃんとされて、えー、当選されたのかなというふうに、えー、思います。はい。 えそして、えっと、田中めぐみさんっていう女性のね、新人の方がね、えー、もう5位で当選されたっていうので、まあ、この方がね、かなり票を取ってきたのかな。で、結構今回女性のね、えー、新人候補とかも落とされたりしてたんですけども、結構田中めぐみさんが取り取ったから、その他の女性候補に入んなかったっていうのは、結構分散されたのかなというところはあるのかなというふうに、えー、っと、思ってます。はい。で、実際手伝っている方もめちゃくちゃ多かったんで、まあ、強かったのかなと思いますし、えー、桑原正幸さんっていう方も、えー、実際周りの新人なんですけども、周りの、えー、地域から、えー、現職議員が応援に入ったり、 みたいなとこでで、この肌の市長選で落選された佐藤さんっていう方のちょっと応援っていうのが、この田中めぐみさん、と小原さんに入ってました。っていうような <laughs> 状況です。はいまあ、そんな肌の市長選挙がありました。っていうとこですね。はいで落選された方がね。この。 89歳の高橋文也さんには負けたくなかったっていうのを X でツイートして、その後削除したんですけども、ちょっとそういったこともあったりみたいなとこで、まあ、ちょっと肌の選挙もね、すごい、あの、面白い結果だったなっていうふうに、個人的には思ってます。で、あとですね、ちょっと注目ポイントだったのが、維新が今都道府県で議員がいないところっていうのが8つあるんですよ。 で8つのうち、今回2つ、山形と島根県で、ね、選挙があったんですけども、え維新は結果として両方としましたえ。まず山形県の酒、えっと、田市議補選ですねえ、ここ定数2なんですけども、えー、田中秀征さんという無所属の方と佐藤真一さん、無所属の方が当選されたということですね。一応4名というのが県議選落選された方と、えー、市議選落選された3名え、こちらの4名で戦う状況でした。で維新の小川隆一さんという方は、えーと、市議選とか出て,て落選されたんですけども、えー、ここでもちょっと歯が立たなかった。 というような、えー、感じになっております。一時的に言うと山田、山形の、えー、と県議選の山形選挙、今年統一当選ですね。えー、そして、佐賀市議選、こちら、えー、連敗しているような状況の中で、さらに今回、佐田市議補選でも負けたというので、まあ、山形にはなかなか、ねえー、旗を立てることができないというような、えー、と状況になっております。はい、で、ただね、ここ1個注目なのが、もう1人落選された方の安倍秀徳さんという方が、それそれ国民秘書の船山康さんだったりとか、 あのー、芳賀さんっていうね、参議院議員の、えー、方がですね、えー、応援入ってにも関わらず落選するっていうですね、なんか一人ぐらい通せそうなんじゃないかなって思うんですけども、えー、ここは落,落選したっていうのが、まあ、ちょっとここは気になるポイントですよね。はい。っていう感じです。はい。 えそして、島根県もね、落選したんですけども、え島根県の増田市議選で松本さんという校舎が、えー、落選されましたと。で、この方ね、選挙ポスターとかも顔とかも入ってなくて、選挙候補とかもかなりちょっとね、厳しい感じの内容だったんですけども、もともと県議選とかは出られてた方で、まあね、そこの地盤とかもあったんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、うん、もう一心出て完全に落選というところで、やっぱ70オーバーで、しかもなんか候補とかもちゃんとしてないと、やっぱ厳しいのかなというふうに、えー、ちょっと見てて思いましたと。はい。 で、トップ当選は立憲の推薦候補の平原雄一さんという方がトップ当選されていて、あともう一人ですね、須藤一二三さんというですね、名前の方がいらっしゃるんですけども、えその方が参院当選されていて、でこの方、ご当地 YouTuber で新人の候補者なんですよ。で、島根金茶恵。 tv っていうね、ええー、やつをやっていて、で、最近ちょっと僕もうのは、ご当地 YouTuber が結構選挙受かりまくってるっていう、あの、市議選とかで結構受かってる人が多くて、えー、例えばひ、えー、平塚 YouTuber 新っていうね、えー、方が平塚市議選で神奈川県のところで受かっていたりとか、えー、あと勝手に筑波大使とかね、えー、筑波とかで、こう YouTube とかやられてる方がね、えー、受かられたりみたいなところで、ね、あの小川町議選とか、埼玉の小川町議選とかでも、ご当地 YouTuber の方がね、当選されてたりみたいなとこもあって、なんかね、20万以上とかの、なんか、 YouTube 登録者数の方が出ても受かんなかったりするんですよ。令、え、和、ー、たけちゃんとかね松戸市議選の落ちたりしてるんですけども、ご当地に特化した方とかでいくと、えー、この島根きんちゃ TV は1.8万人とかいらっしゃいますし、で実際1000人登録してないご当地 YouTuber でも当選したりもしてるんで、ちょっとご当地 YouTuber で結構地域とかで関係性を作っていって、最終的に市議選に出て市議会議員になるっていうルートは結構王道になるんじゃないかなっていうふうに、えー、思ってます、はい。ちなみにこの島、ね近 TV は夫婦でやられておりましてで奥さんがピーちゃんという方がいらっしゃる多分この方コンビ力めちゃくちゃ強いんで多分相当仲間作っていってるんですよでしかもこれ YouTuber だけじゃなくて、まあ、この方に関してはなんか現職の人が応援入ったりとか県議が応援入ったりみたいな YouTube だけじゃないもともとのねちょっと違う要素みたいなのもあったりするんですけどもちょっとご当地 YouTuber が今度あの選挙に結構出てくる説っていうのは僕は結構濃厚なんじゃないかなというふうにえと思ってますはい。 で、えっと、その他の注目トピックですね。はい。えー、今回、新潟県で、えっ、ー、と、政労長期戦で、ここで賛成党のね、方が出ると。で、その方が落選されました。結構、賛成党が、あの、人口が小さい村だったりとか、えー、町で、えー、結構最近ね、そこで当選者数を増やしていっていると言いますか、えー、あんまりね、二人とか一人しか落ちない選挙で、結構当選してるみたいなケースが見受けられていて、しかも、賛成党かける女性っていうのは、結構受かるパターンなのかなっていう思ってたんですけども、ここが結構意外と落選しました。で、隣のね、えー柴田市 ってところでは三政党で市議通してるんで普通に受かるかなって思ってたんですけども、えー、落選したんですね。で一つの要素としては16名中7人が女性立候補してるっていうだいぶ長期戦で人口少ない。 街で女性が7人も立候補してるっていう。で、結構子育て系だったりとか、若い女性っていうのも結構出たりとかもしていてみたいな、かなり珍しい実際だなっていうふうに思いました。で、そんな中で再開当選されたのが、元新潟4区で自民党の衆議院に、えー、1993年に初当選された栗原さんという方が、このね、長議選に出られて220票で再開当選されるっていうですね。<laughs> これは衝撃的でしたね。はい。 栗原さんね、元々自民党で、新潟4区とかでやられていて、で今、菊田真紀子さんって方にねえ、途中で負けたんですけども、えー、その方がね、それこそ、あの僕が生まれた年は1993年に、えー、初当選されて、で、そういう小渕内閣とかのね、とこで、あの、まあ、閣僚までは行ってない、あの、 大臣のとろまで行ってないんですけど、そこで働いてたりとか、そういった方がね、えー、長議になるっていうのは、だいぶ珍しいなっていうふうに、えー、思ってます。はい。で、あとですね、ちょっと神奈川県の寒川町長選。 ここが、僕ちょっとノーマークだったんですけど、立憲民主推薦の現職がえ、自民系新人を下すっていうので、まあ、ここはなんで注目を浴びてるのかと言いますと、これ神奈川12区、これ安倍智子、え立憲民主党の衆議院議員が、この現職の方をがっつりおい入ってて、自民党の保守の強し衆議院議員が、自民系の新人の方を入ってたんですよ。で、この神奈川12区の代理戦争みたいな感じで言われていて、え立憲の小選挙区で語られている安倍智子さんが語れるれと。最近ね、あの、原発の処理水の問題で、あの、韓国の、ね、野党 統計議員と一緒になって演説するみたいなところで、安倍智子さんがさすがに立憲民主党からも注意されるっていう、えー、状況で安倍智子さん。じゃあ今後ちょっとどうなるのかなというふうに思ってたんですけども。もう全然もう関係なく、立憲の方が語れるって言うような、えー、状況になっておりました。で、自民党はね。もう小泉進次郎さんともう2連作ってたりとか。もう応援にも神奈川のね。もう、えー、三原じ子さん、もう1。集められる方、三原じ子さんが応援入ったりとか。あとね。今井理子さん応援入ってたんですよ。 なんか、あのー、パリの視察の後、柏市議選で応援説やめられたりとかみたいな形で、しばらくね、ちょっと応援説入るのを自粛させてたのかなっていう,うに思うんですけども、もう解禁されてましたね。今江里子解禁というところで入ってたんですけども、もうこの神奈川の寒川町長選は71歳の4選ですよ。 結構ね、その多選みたいなところでね、結構厳しくなるのかなって思ってたんですけども、この寒川町長選はもう立憲が制すっていうような感じでございました。はいで。あとね、宮城県の塩釜市議選。ここ維新は、あの、区学県では落選したんですけども、えー、ここではトップ当選をされました。これもね、ちょっと個人的には意外と言いますか、 あの宮城県の人口5万人規模のところで、まあ、1人しか立ててないというところはあるんですけどそれでも維新がトップ取ったっていうのはちょっとねやっぱり風の吹き方が違うなという,うに思ってます。結構いろんな国会議員が入ったりとか、あのーね、かなり力を入れられていたんですけども、まあ、仙台市議選でね、まあ、あの全員当選されてでこの宮城県の人口5万人規模のところでも。 トップ取るってことは、今後宮城県内で維新から出たがる人はかなり増えてくると思いますし、で、地元の実際で地方議員が増えると、選挙手伝ってくれる人がめっちゃ増えるってことなので、まあそうすると、宮城で維新がどんどん強くなってくるのかなっていうふうには、えー、ちょっと思ってますね。はい。そして、愛知県の長久手市長選ですね。はい。 これもね、あの、ちょうど、あの、小牧長久手の戦い大河ドラマでやってる時に、えー、長くて視聴選が行われたっていうね、えー、とこになっているんですけど、 え、佐藤由美さんって方が愛知県内で初の女性の首長、え、誕生したっていうのでね。で、これ女性二人と男性一人の戦いで、え、注目を浴びてましたと。で、この佐藤由美さんって方が、ま々ね、え、長く手の資源2位とかで当選されていて、何期もやられている方だったんですけども、え、立憲民主党の近藤昇一さんっていうね、小選挙区等も語られている、え、衆議院議員が支援に入ったりとかもしてましたと。ただですね、近藤昇一さんの選挙区ではない、愛知7区、元とで山尾しおりさんとか、え、いた選挙区になっていて、 まあ、すでに友人だから手伝ったみたいな感じらしいんですけども、で、この佐藤由美さんって方は市民系らしいです。えー、大島玲子さんという市議会議員の方がね、手伝ったりしてるんですけどこの大島玲子さんって方は元々社民党でね、えー、衆議院やられ、えー、国会議員やられた方になっておりますので、まあ、完全に市民系で、で、実際この佐藤由美さんって方は、という安保系の,あの反対のデモとかも、あのー、入られたりとかもしている方なので、まあ、ちょっとそういった市民系の方が当選されたっていうような、えー、状況ですね。えー、そしてこれ、岩岡ひとみさんって 方に関しては結構ね、大村愛知県知事だったりとか吉田現職首長の応援が入っていて、まあ、普通に僕はね、ちょっと岩岡ひとみさんが普通に勝つのかなと思ってたんで、ちょっとノーマークだったんですよ。はい、<laughs> そしたらまさかの佐藤由美さん当選するんだみたいな形でね、しかもこれ長く出て,てくジブリパークあるところなんですよ、はい。ジブリパークがあるところで,で、しかも大村知事お、ジブリパークは大村知事の肝入りですよ。で、そのジブリパークがあるところで、この岩岡ひとみさんが、ね、負けるっていうのは、 ちょっと衝撃的でしたね。で、もう一人、佐野さんっていうね、えー、方がいらっしゃったんですけども、その方は前回の商戦に出られたりとか、まあ市議とかもね、えー、やられている方になっていて、その方もちょっとジブリパークで経済効果とかみたいなとこもね、かなり訴えられている方で、で、これ岩岡さんと佐野さんでちょっと分裂して、この市民系の佐藤由美さんが当選したっていうのはかなりちょっと大きな要素としてあるのかなっていうふうには、ちょっと思ってます。はい。 まあそんな感じですね。なので佐野さんの立候補がちょっとね、このもしかしたら岩岡さんの落選っていうところにちょっと響いた可能性あるかなっていうふうには思ってるんですけども、まあこの長く手市長選では佐藤由美さんが当選されたっていうので、まあちょっと今後どういう姿勢展開されていくのかっていうのはかなり注目なのかなっていうふうにえ思ってますというところで、まあ今日もね、いっぱい選挙あったんですけども、まあいろんなちょっと注目な要素がございましたというところで、今後もね、注目な選挙をどんどん取り上げていきたいなっていうふうに思います。えーね、もう今週は え、岩手知事選、岩手県議選、立川市長選などね、えー、魅力のある選挙ありますので、えー、毎週いろんな注目選挙あります。ぜひ皆さん注目してください。えー、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。